LR ミュージックビデオランキング6月号。はい、1ヶ月にアップされた動画の再生回数のランキング、制作秘話や裏話なども、今回は2021年6月1日から6月30日までのランキングです。さあ、6月にアップされた動画はこの8作品。サマーアップ、ヒルクライム、ビートボクサーライク、ポケットから急です、ヒラメ、カバー、しょうがないの歌、テン、もう少しだけ、夜遊び、カバー、銀河鉄道39、カバー、サプライズ、リサ、カバー、そして、エラル、次の一手、明日も、死者も、カバーの8作品になります。第5位。はい、こちら第5位ではなく同率第4位になります。ヒルクライム、サマーアップ、ビートボックス、カバー、再生回数は244回になります。はい、ビートボックスはライクの作品ですね。こちらは2015年の僕が主催したイベント、ミュージックトーンのライクの演奏になります。そうですね、まあ楽しそうにやってますねまあ本当に何だろう、今じゃなかなか顔を合わさないメンバーだったりするのもいるので、どうですかね。まあ、いい思い出としてすごい、大切にしている、ミュージックトーン1のイベントです。そうですね。なかなか富山のメンバーはミュージックトーン2かもう会わなくなったし、本当に、新潟のメンバーも会う人も決まってきたので、まあコロナの影響もあり、皆さんお体ご自愛ください。はい。そうですね、まあコロナが収束したら皆さんで、答え合わせをしていきましょう。さあ、同率第4位はヒルクライム、サマーアップ、ビートボックス、カバー、再生回数は244回、ビートボクサーライクの作品でした。第4位。第4位は同率第4位ですね。第4位は銀河鉄道39、五代五、エグザイルも歌ってましたね。カバーバイクニさん。はい、ありません。ということで、シリが動いてしまいましたが、同率第4位が、銀河鉄道39、五代五、エグザイルもかわしてましたね。カバードバイ、クニさん。再生回数は244回ということでした。まあ、クニさんのこの、路上に出れない分、この出演とクニさんというのは結構、何ですかね、定番化してきましたね。青空シリーズもありましたし、ぜひこれからまたね、いろんな場所でクニさんに、ギターの演奏、素晴らしいギターの演奏をしてもらいたいと思いますので、なんか、リクエストあったらぜひクニさんにも言っとくので、もらえたら嬉しいです。はい、ということで、同率第4位は、銀河鉄道39、五代五、エグザイル、カバードバイ、クニさん、再生回数244回でした。第3位。はい、では第3位がもう少しだけ夜遊び、カバードバイマキカインドネス、再生回数は268回ですね。まあそうですね、これはポケットからキュンデスを撮影した時に、ポケットからキュンデスは本当に1日かけて作ったんですけど、その合間にちょっと歩いてって言って、渚ちょっと浜辺歩いてって言って、本当に20分くらいで作ったんじゃないかな。そんな作品なんですが、サインに入ってきました。まあそんなことで、マキちゃんの夜遊びシリーズは、まだ続くと思います。まだね、群青っていう曲が、マキちゃんのカバーで、アップしないのがあるので、そちらも続々とアップしていきたいと思います。では第3位がもう少しだけ、夜遊び、カバードバイマキカインドネス、再生回数は268回でした。ありがとうございました。第2位。はい、では第2位がサプライズ、リサ、カバードバイカラスモリ、オズン、再生回数が387回ということで、そうですね、まあカラスモリオズン作品が2位というのは、そうですね、これね、ちょっと訳があって、集計期間が1週間なんですよ。1ヶ月の集計期間なんですけど、サプライズがアップされたのが、集計期間の前の7日間しかなくて、その間にもう387回を稼いだというのは本当に、カラスモリオズンの力ではないでしょうか。素晴らしかったです。それとプラスして、何でしょうかね、パワープレイというものをやっていたのですが、その最終日にもうすごいのアップしたいんだというライクの熱意を汲み取ってくれた渚と新潟に向かい、スタジオを借り、撮った作品ですね。そうですね、
この作品を、撮ったのがちょうど僕の誕生日6月22日に新潟に向かっていたので、それから帰ってきてすぐもう23日の昼頃まで編集というのをしていたので、本当に1日寝なかったりとか、誕生日、返上で動画を作っていたので、でもね、なんかその今年は良かったんですよ。もうなんか動画にしましたが、誕生日プレゼントもたくさん届いたりして、本当にいい誕生日でした。あの編集で1日終わる、撮影で1日終わる、それもまた僕にとってね、あの本当に素晴らしい誕生日になったので、協力してくれた皆様どうもありがとうございました。ということで第2位がサプライズリサカバードバイカラスモズイオズの再生回数が387回でした。ありがとうございました。第1位、第1位はポケットガラケーです。ひらめカバードバイ谷江幸太郎、再生回数は496回でした。谷江くんの初作品が1位になりました。そしてこの、作品は高田公園海語り、宇野浜の海と3か所を、1日でこう撮影に回って、作ってきました。とても僕も思い出に残る1作品になりました。そしてこの作品はあの手でキュンっていうのをやらないっていうのを決めましたね、はい。でそれで映像を見て最終的にあキュンとしたっていうのを思ってもらえるのがあの僕のミュージックビデオのポケットからキュンですのテーマにしようって言って、それを決めてあの絶対キュンっていうのは持たさないってやりました。まあ、この作品は谷井くん の可愛らしい声とまたあのひらめちゃんの、ね、ポケットからキュンですの、原曲と、まあ、マッチングしてこの、まあ、ミュージックビデオも入れて、まあ、評価されたのかなと思ってます。谷井くん素晴らしい歌声でした。ということで第1位はポケットからキュンです、ひらめカバードバイ谷井幸太郎、再生回数が496回でした。はい、よろしくお願いします。ライクです。最近はちょっといいなんかね素晴らしいアーティストも増えてきたので、なかなか僕が動画で出る機会も少なくなってきたので、このエラーレミュージックビデオランキングは、僕がガンガンちょっと映っていきたいと思います。そうですね、これぐらいですね多分あと過去動画をアップするぐらいなので、またでもまあその話もしましょう。そうですね、今月の、動画ですが、今月のランキングですが、またあの、サプライズカラスモリオズンガ2位、ポケットからキュンですが1位ということでしたが、まあ、1週間の期間内で300何回なんですよね、サプライズは。で、本当に、ポケットからキュンですが1ヶ月まとめて、集計期間があったので、また、サプライズが1週間早かったらと考えると、また楽しい、順位になってくると思います。そうですね、このもう本当に YouTuber 日々、再生回数がどんどんされていくので、多分そのミュージックビデオランキングで、発表されたランキングはその時だけの、ランキングでしかないと僕も思っているので、どんどん、今も、今は多分ポケットからキュンですの方が、下になってて、サプライズの方が1位になってると思うので、まあ、エンターテインメントとして見てもらうのはすごいいいんですけど、まあ、それが全てじゃないんだよってことをなんか分かってほしいなっていうのは思います。はい、ぜひ、なんか、楽しみ、エンターテインメントをと思って、見ていただければなと思います。まあ、そうですね。でも、谷江くんが1位取ったのはなんか一つ、いい機会でしたね。若手がやっぱこうやって、頭角を現してくるのは本当に素晴らしいことなので、そしてそうですね、その機会もあったことで、10月かな、10月にまだなかなか行ってないんですが、春くんと谷井くんをこうクローズアップして、エラーで盛り上げてこうみたいなこともやっていくので、そちらもぜひ楽しみにしててください。そして今月のランキングはそんな感じですが、それ楽しいことあったんですよ。昨日かな、僕 YouTube を見たら、CM 入ってるじゃないかってなったんですよ。僕のチャンネルの動画に CM が入ってるってなって、やばいと思って親とかにも言って、俺のチャンネルに CM 入った、収益化したよって言ったんですけど、ぬか喜びでした。本当にね、もう家族で万歳参上して、本当にもうハイタッチして、やったぞーって言ってたんですけど、よく調べてみたら、なんか YouTube の料金規約が来てたらしくて、6月1日から収益化してないチャンネルへも、広告出ますよ。でもその収益は発生しませんよっていうものらしくて、実際収益化してなかったんですよ。LR のチャンネル、まだ収益化してません。でもなんか、皆さんのチャンネルも見てると、
なんか CM が入るみたいなので、ぜひ、6月1日から週1回のチャイナデモというのを、わー言ってない。ちょっと飲ませてください。そうですね、情報を共有をできたらなと思います。そして、あ、そうですね、去年の11月10日、僕の息子のトアの誕生日に、もう離れちゃったんですけど、曲を出して、その曲の収益をすべて、フローレンスさん、一人親家庭の、サポート、募金するというのをやっていたのですが、ちょっと待ってくださいね。無事に、令状というか、フローレンスさんの方から、お手紙来ました。そうですね。本当に皆さんが買ってくれたり、本当に僕、曲売るためなら何でもするっていう人なんで、本当に知り合いに全員にかけたりとかしてたんで、迷惑だったかもしれませんが、本当に皆さんのおかげで、やっぱ救われる、家庭もあるし、命もあると思うので、曲を聴いてほしいっていうのはまずあるんですけど、まずその、支援するというのも一つ、曲を買って支援するというのも一つの形だと思ってますので、ぜひなんか、そうですね、今年の11月10日も、とわくんの誕生日なんですけど、水面下でいろいろと動いています。今年はちょっとネタバラシをすると、僕は、彼の、まだ小さい時しか知らないんですけど、いつも寝る時にゆりかごの歌っていうのをかけて寝てたんですね。で、それがすごい、あの子、この曲聴いて寝てたなっていうのを思ってたので、今年はそのゆりかごの歌を、なんていうんですかね、OK にして、で、それは、ハコちゃんに作ってもらってます、今、無事に。それで、なにかちゃんっていう、手伝ってくれてる、すごい歌声の方がいるんですけど、その方にできれば、フックというか、歌の部分をやってもらって、そして僕がラップをやってというふうに感じてできればな、と今、企画をしています。で、今、ハコちゃんの方が、お気を作ってくれている段階であります。まあ、そういう感じになると思いますので、ぜひ11月10日 YouTube、アップしますので、そのトワくんの誕生日に、トワくんへ送る曲をアップしますので、ぜひまた見てもらって、よかったら、何ですかね、一人親家庭のために、一曲買うよっていう方がいたら本当に嬉しいです。よろしくお願いします。そうですね、こんな感じか。まあ、いっぱい喋ってきましたが、なんか4つ、5つ話せたらなと今日は思っていたので、まあ良かったです。これから、そうですね、もう8月、そう、6月のランキングやったんですけど、もうだいぶ8月、後半、今14か、15。そうですね、15以降やっと、僕今までって、最近って、今まで作ったのをアップするだけになってたんですよ。なかなか自分で、撮影に行ったりとかができなくて、でもなんか15日を境にいろいろと動ける状態になるので、また25日に富山のモデルさんの方と打ち合わせをして撮影させてもらえるっていうことと、あと長岡でも定期的に手伝ってもらえそうな方がいるので、そこの人とモデルさんと撮影をするのと、ただ国さんともずっと作ろうねと言っていて、半分ぐらい作っていた愛を知るまではというあいみょんさんの歌が、やっと完成、もう1、2回で完成するかなというところまで来てますので、またね、本当に2週間前に、ちょっとミュージックビデオっぽいのを上げて、で、またそのライブとかになっちゃったんで、またアップできると思います。ミュージックビデオ、みたいなものがアップできると思いますので、また楽しみにしててもらえたらと思います。そんな感じか。あ、散髪してきました、今日。僕、いつも散髪した後に、YouTube を撮るので。はい。という、こんな感じです。では、6月、ランキングありがとうございました。では、7月まで、またお待ちください。では、ありがとうございました。ライクでした。